皆さんこんばんは。一般社団法人不登校引きこもり予防協会代表の杉浦です。今日は引きこもりになる人生の4つのタイミング、高校卒業後引きこもらないためにというテーマでお伝えします。今日の動画では、引きこもりは高校卒業ぐらいまでですね、直せということと、アルバイト体験というのがポイントになってくる。今学齢期のお子さんで不登校引きこもりでお悩みの方も含めてですね、ぜひご視聴ください。参考になると思います。高校卒業後のですね、引きこもりの予防ということなんですけど、1、規則正しい生活を維持する。2、アルバイト絶対やらせてください。やらないままずるずる引きこもりになってしまいますから、本人にね、これきっぱり言った方がいいと思いますよ。働かないんだったら家から出ていけ。で、3です。生活習慣を本当に改善したいんだったらですよ、自衛隊とか住み込みの仕事などをですね、してもらうようにね、促すべき。踏ん切りがつかない場合ですよ、例えば東海の生活リズム改善合宿なんかに参加してもらうっていうのも一つの手かもしれない。絶対やっちゃいけないことが一個だけあるんですよ。結構いろいろ相談で来るので、一つだけ言いますよ。やっちゃいけないこと、なんだかわかります？皆さん、予備校に通わせること。高校時代ね、不登校とか引きこもり傾向の子で、浪人したいからってんで予備校行かせるじゃん。全くこれずっと引きこもっちゃいますから。それ、これも後の事例でご紹介しますけど、予備校って生活指導してもらえませんから。だから行く場所を間違えちゃってるんですよね、行かせる場所を、ね、では実例をお伝えします。私の創業した通信制高校サポート校高卒支援会では、無業者をなるべく出さないということで卒業ずっとさせてるんですよ。過去20年間これ私サポート校ずっと運営して、で直近で2人がですね、無業者で卒業しようとしたためですね、 A 君自衛隊、S 君、箱根の住み込みホテルに行かせました。じゃあ、A 君の場合、どんな子だったか。高校2年の終わり頃です。学校にまだら登校で留年決定してですね、東海のサポート校、通信に行きました。不登校というよりですね、むしろ将来のやりたいことが分からず、無気力な子でした。在籍中は様々な体験とアルバイトをしてもらいました。卒業後の進路でですね、アルバイト先のお金がいいからということで、引っ越し業者の就職を決めていました。それさって、将来性ないじゃん、もう一度考えなよと親にもお伝えしました。だってずっと引っ越し業者っていうのはですね、裁判沙汰にもなって、その当時裁判沙汰にもなってたんですね。なんていうんですか、残業代払わないだとか、労働時間が長すぎ、うちに来る子ってみんな不登校気味の子ですから、根性がない子が多いんですよ。ですから、そんなとこ行って続かないんだったら、ちょっと自衛隊でもどうなのということで紹介したんですね。で、今なんとですよ、調理師の免許を取って、今飲食業界で活躍してるんですよ。なんで自衛隊でそんなことできるの？自衛隊って、昔だとね、体格のいいですね、筋肉もりもりのですね、なんか根性のある、合点系みたいな子がね、人が行くようなところだなって思いますよね。私も今までそういうふうに思ってます。でも5、6年前かな、自衛官がちょくちょくうちに来てですね、パンフレット置いてったり、紹介してもらったりしてですね、考えが変わりました。無気力、A 君みたいな無気力の子でも、要するに生活リズムが整ってない子でも、ちゃんと鍛えてもらえるっていうことと、彼も別にそんなに体格がマッチョな人間じゃなかったんですよね。資格を聞いたらですね、150以上も資格あるんですよね、自衛隊って。それ無料で取らせてもらえるんですよ。もちろん、住居費も食費もみんなあれですもんね。ただ、さらにですね、除隊後の就職率も 100% 近いんですよ。就職ちゃんと斡旋してくれるんですよ。昔から言うじゃないですか。可愛い子には旅をさせようと。東海にはそういった自衛官が来てですね、定期的に募集の説明もあります。ぜひね、そういったこともですね、ご利用いただければと思います。はい、次に S 君の話。S 君は不登校面白い子っていうのでですね、以前動画アップした子なんですね。東海に来た時はステージ判定3で。ステージ判定3っていうのはですね、もうこの動画をよ、見られてる方はですね、もう分かってらっしゃると思うんですけど、完全な引きこもり。ご興味がある方はですね、説明欄にですね、このステージ判定サイトっていうのを貼っときますから、お試しいただければと思うんですよ。無料ですから。で、このステージ判定3以上の子っていうのは、どういうような手順で、
出すかというとですね、生活リズムの改善合宿をやったりですね、学生寮を出てですね、自立を促すような生活ですよね、してる。それで大学進学を在学中は目指してました。でもね、僕らから見て S 君って、お父さんお母さんってかなり優秀な方なんですよ。だけど、ご本人は全く勉強もしないでですね、彼らの言葉で言うと、ノー勉ですよ。ノー勉で、早稲田慶応上智ですね、ここら辺の最難関のですね、次第を受けて激震してるんですよ。で、本人浪人を希望したんですね。私、ご両親、本人、4社面談で、ご両親にお伝えしまして、本人は、S 君ね、本人は勉強するふりはするけど、まあ、授業中でもね、ずっと居眠りしてるんですよ。参考書をこうやってこう見てるふりをしてですね、よだれ垂らしながら寝てたりとかしてるのをですね、ずいぶん見てましたから、その辺もご両親に伝えて、お前、大学とかって本当に行きたいわけじゃねえだろ。働きたくないから進学を希望してるだけだよな。本当に大学行きたいなら、自分の金で行けよ。入学金ぐらいは稼げよ。いうことで、まあ、1、2年ぐらいですね、ちょっと住み込みのバイトしろよ。いう話をしました。ご両親も、私どもの引きこもりのこの支援とか、そういうことには感謝してました。で、本当はご両親は大学行ってもらいたいんだと思うんですけど、今までの甘い、こう、なんていうのかな、本人のこう、甘やかしたことについては反省されておりまして、ご両親も働かないんだったらもう出ていけということをですね、まあ言ってもらって、まあ本人は最初渋々でしたよ。でも今、箱根の住み込みホテルで元気に働いており、A 君、S 君とも引きこもらないようにね、ご両親本人にアドバイスさせていただきました。今後に期待したいです。過去、東海の方でに寄せられた高校卒業後のですね、相談事例を紹介します。この動画を見てる方ですね、一緒になってですね、今後どうしたらいいかお考えください。ステージ判定4で、これ引きこもり生活よ、1年以上ということですね。都立高で不登校になりました。2年前に日数ギリギリで卒業し、大学受験のために浪人しました。しかし、予備校にはほぼ通えず、自宅にこもった状況が続き、数日前、今度の共通テスト、センター試験ですよね。受験しないと言い出しました。無気力と絶望感が強いよ。かといって就職するっていうことではない。このまま何もせずに生きていきたい。あるいは死にたいと言ったりして、暴力的ではなく、家庭内での会話は比較的普通にできますが、昼夜逆転、ゲーム、動画という感じで、このままいくと非常にまずいと思っております。この話、皆さん聞いてどう思いますか？うちの子のそっくりだとかね。いやいや、そこまでひどくないよって言われる方もいますけど、もうこの方、後がないんですよ。高校卒業してますから。何をしたらいいのって話じゃん。私だったらですよ。やっぱり、さっき言いました、引きこもりの生活を改善してからですね、S 君のように働きに出して、人生を考えさせるっていうのでもいいのかなと思います。じゃあ次の事例ですね。ステージ判定5です。これも引きこもりの、完全な引きこもりでも2年以上経っていることですね。当時18歳の息子のことで訪問の上で相談させていただきたい。息子は中学の時2年間不登校、遅刻したり欠席したりでですね、転校したりとかして教育支援センターっていうのはそれなりに通ってて、高校は進学校、都立の進学校に入学できたんだけど、これも遅刻したり、欠席したりしながらかろうじて卒業できた。現在大学受験を目指しています。予備校に在籍しています。不登校気味になり、本人も親の私たちも日々悩んで、皆様のご指導をいただきたくよろしくお願いいたします。この方結局来なかったのかな。厳しいことを私どもが言ったもん。で、そもそも予備校って不登校じゃないよね。だって予備校って別に学校に通うべきところじゃない。だから予備校に行く行かないってのは関係ない。で、予備校っていうのは生活指導してくれないんですよ。だから、例えばご興味があれば、生活の、東海の生活リズム改善合宿だとか、学生寮などで生活を整えるサポートを私どもできる。プラス、ちゃんと予備校に通わせるってことがいいでしょうね。で、この文面を見ると、アルバイト体験ってなさそうなんですよ。なので、週1でもいいから、アルバイトさせていただくっていうのがよろしいかなと思うんですよね。皆さんのお子さんだったらどうします？これ、このから。こういう系。次です。ステージ判定4。引きこもりで言うと1年以上。高校2年の時に1年間不登校でした。その後転校して卒業しました。その後転校したっていうのは、これはあれですよ。だいたい通信に転校して卒業させたってこと。ですから、通信制高校の卒業っていうのも問題なんですよ。なぜかっていうと、全く行かなくても卒業できる可能性がある。この方は役者になりたいと言ってると。で、毎日部屋にこもって、親に甘えすぎているので、なんとか自活してほしいっていうことなんですけど、こうした保護者は非常に多いんですよ。学歴の
お子さんだったら親の言うことを聞き入れる可能性って高いじゃん。もう学校卒業しちゃってるんですね、高校。なんで学歴の子だったら親の言うことを聞き入れる可能性が高いかっていうと、学校に所属してれば担任の先生もいますよね、クラスメートもいますよね。でそういう人たちがみんな学校に来いだとかちゃんとやれよっていうことでサポートしてくれるじゃないですか。でもちろん親の言うことも聞く可能性高いじゃん。だからなんですよ。だけどこれ卒業しちゃってるんで、やっぱりこれもう親保護者さんが断固たる決意でご本人にちゃんと伝える必要があると思うんですよ。アルバイトすらしないんだったら出ていけって言う必要があると思うんですけど、皆さんどう思います？僕、私の言ってることって厳しすぎますか？でもこれが今後9060っていうね、100万人以上の引きこもりになる、要するにお父さんお母さんも含めて今後共倒れになってしまう引きこもり問題なんです。だからここでですね、本当に断固たる決意でですね、厳しく世の中の厳しさっていうのを伝えてほしいなと思いますよね。次です。ステージ判定4です。これ引きこもり1年以上のことですね。現在18歳、高校卒業しているが進路見て親が望んでいるのは予備校のようなところがありますけど、まあ、繰り返しますけど、予備校っていうのは生活改善を、生活指導をしたり改善をしたりするところじゃありません。勉強させるところで、もしくはその進路未定ということですけど、夢を見つけるところでもないんですね。大学の入り方を勉強を教えるだけじゃないですか。だから勘違いしてるんですよ、これ。だからそういう場所じゃないんだってことだけですね。予備校っていうのはそういうところじゃないんだ。ちゃんと夢を見つけるには、例えばアルバイトをさせたりだとか、何か職業訓練とかね、自衛隊なんか行ってですね、ちょっとこう押し出すこと、子供の背中を押すことが必要だと思うんですよ。まあここに挙げたのはですね、ほんの数例に過ぎません。なぜかというと、私ども東海はですね、20歳ぐらいまでの支援しかしてないんですよ。で、引きこもりの支援っていうのは学校に所属しない学齢期を過ぎると非常に難しいです。その理由はさっき言いました。できればもう高校卒業するまでぐらいにですね、引きこもり状態っていうのは出してほしい。もう夢に向かってほしい。まとめです。高校卒業後引きこもらないために、これはどんな子に対しても言いますけど、規則正しい生活を維持しましょう。2番目です。アルバイトは絶対必須です。やらしてください。やらないままずるずる引きこもりになってしまいますから、ご本人にはっきり言うことです。働かないんだったら出ていける。丸3です。生活習慣を本当に改善したいんだったら、自衛隊だとか住み込みの仕事、踏ん切りがつかない場合だったら、私どものような生活リズム改善合宿の参加ですね。大学を目指す方、生活リズムを整えてから、整えながらといった方がいいのかな。予備校にきちんと通わせることが必要だ。無目的だったりとか、あるいは生活のリズムが全然ついてないのに予備校に通わせると引きこもりになってしまう。というか引きこもりどんどん悪化していきますので、ご注意ください。高校卒業後の引きこもり支援は、学歴のように学校に所属してないので先生やクラスメートなどがいません。どこにも所属していないので居場所がないんですね。引きこもりから脱出するのは難しいんですから、そうならないためにですね、予防大切。私の YouTube チャンネルでは、不登校高校中退引きこもりの中高生お悩みの方に向けた動画を今後もアップしていきます。若者が100万人以上の引きこもりにならないために情報発信していきます。ご賛同いただければ、いいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。